はい、ロック福田の腕時計魂、はい、今日はついに来たよね。来ましたよ、ね、はい、クレイジーケンさんが言うとこの横浜っていう横浜、はい、元町、はい、まるちゃんの、はい、地元って言えばいいのかな。実はです ね、はい、私の地元なんですが、で今日紹介するお店がこの私の真後ろなんですが、はい、コモンタイム横浜元町本店さんです、はい、で社長の田中さんがお迎えに来てくださっているのでご紹介したいと思います。田中さん、はい、お願いします。よろしくお願いします。やっぱ取材に来れました。いや本当にありがとうございます。もう、ね、お二人に来ていただくのを楽しみに待っております。大好きなお店なので、そうなんです、ずっとご紹介したかったんですけど、ありがとうございます。ようやくいろいろ揃うの待っていただきまして、ありがとうございます。今日はなんかね、もう選びに選んだ精が、ね、はい、楽しみにしておりますので、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速いっちゃいますか。はい、はい、よろしくお願いします。いや今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかいつ来ても素敵なお店で、いや、ありがとうございます。明るくてね、ね、そう、でもいいよね。いや、お二方に来ていただけるの楽しみに本当に楽しみにしてたんです。今日の、まあ、目玉の一つでしょうけど、はい、一つじゃないか、はい、二つ、二つ、はい、この前オープンしたのが、はい、ブランパンと、はい、グラスフィットオリジナル、はい、の二つ新たに導入しました。社長がお店の方に自分たちの好きなブランドを好きなように売ってくれみたいな、はい、そんなことをお話されてて、おいいお話だなみたいな、うんうん、このブランドどうかなっていう時にはまずスタッフに言います、うん、と言って、でみんなが本当にこう気持ちが、入らないと難しいと思ってるんで、まあ、グラスユッテとブランパンやる時にも実は他にもいくつかこう、うん、ブランドはこう候補があって、はい、で本気になれるのは何だろうっていう中で、まあ、もちろん私も含めてですけどね、やっぱり、ブランパンとグラスフィットがちょっとこれから本気でやりたいっていうことでみんなの意見が一致しまして、それで扱いを返しました。そういうなんか、なんだろう、本当に自分たちの、まあ、自分の好きなブランドを見つけてきて、それをお客様にお勧めするっていうお話を聞いて、いわゆる直営 の、 ブランドと、うん、こういったまあセレクトショップとの、うん、まあ、一番の違いなのかなみたいな、うん、まず自分たちがそのブランドを選んでるんだみたいなところあるじゃないですか。そうですね、まあ、お客様も、まあ、ブティックなんかで見るだけじゃなくて、こういろんなブランドを比べたい、うんうん、っていうのもよくお声をいただくんで、うん、まあ、そういう意味では楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますけどもね。選ぶ楽しみが、ね、あるお店ですよね、うん、そう、そう言っていただけるとすごくありがたいです。フラットにこうその人に似合いそうなものを、うん、多分お勧めしてくれるでしょうから、うん、いいですよね。あと街がいいですよね、ここね。そう、大好きでここ。本当に都内に私も出かけた後、元町戻ってくるとそんなに人が多くなくて、変な話ですけど、まっすぐ歩ける。あなるほど。渋谷にも店ありますけど、なかなかまっすぐ歩くのって難しいなと思うんですけど、元町って本当にそういう意味で言われると、まっすぐ自分のペースでこう歩ける街って、まあ、実は都内あんまりないんじゃないかなと思う。そういう意味で、まあ、ブランド選びもなんかそういう意味で言うと、あんまりこう有効のものとかお問い合わせがこう毎日来るようなブランドよりは、長く使ってもらうこととか、なんかそういうもう少しゆったりした気持ちでもう選んでるような意識を持ってますけど。なるほど。でね、今日は、はい、まあ、そういった中から、はい、厳選した何ブランドかをご紹介いただけると、はいはい、いうこと、楽しみでございます。たくさんあっても本当に昨日夜な夜なスタッフと、
話し合って、選びに選んだ手もおかけしました。商品を紹介しますので、自信を持って紹介したいと思います。はい、あの楽しみにしてますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ずらっと並んだ、厳選の7本です。精鋭ですね。はい、私どもが誇る7本をご用意させていただきました。じゃあ、じっくりとご説明いただいて、はい、はい、よろしくお願いします。では早速1本目なんですが、はい、こちらはですね、はい、今年の8月の4日から新しく展開させていただきました、グラスフィュッテオリジナルっていう、はい、ドイツのブランドになります。はいはい、こちらはパノリザーブっていう時計なんですが、はい、もうとにかく見ていただきたいのは裏です。裏、はい、この美しい仕上げを4分の3プレート、はい、ドイツの伝統である4分の3プレートっていう様式なんですけども、スイスの時計ブランドではないちょっとかなり特徴的なムーブメントの仕上げとなってまして、でさらにこの奥を見ていただくと綺麗な彫りが3箇所も施してあります。ルビーのところの留め方もすごく特徴がありまして、普通は穴石といって穴石を開けたところにルビーをセッティングするんですけども、そちらよく見ていただくと、ルビーの周りにゴールドのリングが入っているの、はい、見えますでしょうか。本当ですね、はい、そちらゴールドシャトンといって18金を贅沢に使用しています。ときめきますね、そういう話聞くと。はい、ぜひオリジナルが入るのを待ってたっていうお声結構多いんじゃないですか。そうですね、おかげさまで神奈川県でも唯一展開させていただいているブランドですので。そうですか、はい、もう本当に生産本数がそんなに多くないですもんね。はい、ものすごく少ないです。サイズがまたいいんだよな。これで何ミリですかね。そちらで40ミリになります。小倉さんが好きな大きさですね。そう、とってもお似合いだと思います。この文字盤の加工って何て言うんですか。そちらはシルバーダイヤルになりまして、はい、針の方がブルースチールって言って、はい、青焼きのネジ、針を、はい、使用しております。はい、すごく、ね、統一感がありますよね、全体的に。で次が、はい、次はブランパンのビルレというコレクションで、クラシックなコレクションなんですけども、はいはい、その中でもコンプリートカレンダーといって、何月何日何曜日、そしてムーンフェーズ表示をしている代表的な時計になります。ブランパンもこの夏ですよね。はい、4月の29日からスタートさせていただきます。春ですね。はい、いや目白押しですね。はい、こちらもですね、また裏にちょっと仕掛けがあります。あら、そうなんですね。おこのような感じですね。映ってますか。こういうような複雑なカレンダーってプッシャーボタンでの調整っていうイメージがないですか。はい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 。こちらは実はそこがなくてですね。あ、ない。こちらの内側に4箇所。そうですね。はい。コネクターがついてですね、こちらで調整できる。はい、ブランパンだけが持つ特許技術になっています。そうなんだ。はい。はい、でまたそのビルレっていうコレクションはクラシックな時計でもそのベゼルのところがステップを踏んでるの分かりますか。ステップベゼルっていうところも、はい、ここですね。はい、ブランパンの時計の特徴になりますので、はい、すごく時計が好きな方はそこを見て、あ、ブランパンつけてるんだなって、はい、横顔からでもすぐ分かりますね。はい、これはだから、普通こういう複雑系ってこれラグの間にあったんですよね。あ、そうです、プッシャーで、はい、プッシャーのこのなんかレバーみたいなのが、それがこの蓋の中に隠れてるんですよね。うーん、蓋の中に隠してるのもこのモデルだけになります。そう、これはだから、非常に珍しいというか綺麗。ケースのサイドビューがすごく美しく、はい、ここにね、こういう丸い穴を開けない美学ですね。はい、で次はパネライ。はい、パネライもですね、はい、こちら神奈川県で唯一独占で販売させていただいている。そうなんですね。私たちにとってもとても大切なブランドの一つになります。じゃあ神奈川でパネライはこのお店だけ。はい、なので私もちょっと今日はつけさせていただきます。お似合いです。はい、はいはい、このパネライはどんなパネライなんですか。こちらの時計はパワーリザーブの表示と、あと GMT っていう機構
こちらもすごく使い勝手が良くて、はい、いい機能ではあるんですけども、うんうんうん、あの触っていただくとあの分かる少し面白いあの機構が入っている時計です。そうなんですか。こちらのフックをですね、はい、解除していただいて、はい、時刻を合わせるときって、はい、60秒になるまでお待ちになってからあのリューズを引いたりとかされませんか。はいはいはい、こちらの秒針を見てていただきたいんですが、うん、ゼロリセット機能といって瞬時にゼロに戻ります。はい、ちょっと引きます。おお、本当だ。60秒まで戻ってくるのを待つことなく、うんうんうん、どのタイミングでも引いていただいて、うんうんうん、好きなあの時刻に合わせていただいて、あとは戻すだけ。おー、っていう。なるほど、はい、とてもあの、はい、なんでしょう、時計を見ただけではわからないんですけど、使い勝手の非常にいい時計なので、うんうん、このモデルにしか搭載されてないんですか、その機能は。このモデルだけではないんですが、はい、あのパネライの中でも決して多くはない、はい、特別な機構になってます。はい、良さそうですね。それ何ミリでしたっけ。こちら44ミリになります。はい、このちょうどプロテクターのところがとても個性的なデザインで、はい、そうですね、はい、デザインが変わらないので、こうあの息子さんや娘さんに譲られてもね、あのこう時代遅れ感が出ないところがいい時計ですよね。この手首細いからはみ出てる、ちょっとはみ出ておりますが、はみ出てるところがおしゃれですね、はい、でもほら女性がね、うん、男っぽいものですけど、より女性らしく見えたりして、そうそう、うん、いいですよね、うんうん。最近ではあの女性の方もつけやすい38ミリっていうサイズも、私も好きです、はい、発表されてすごく人気がございます。デュエですね。デュエです、はい、次がゼニス、はい、なんか素晴らしいでもラインナップ、本当にね、夜な夜な考えたありがとうございます、はい、次はゼニスの A384 というモデルになりまして、はい、もうあの時計好きな方は皆さん知ってると思うんですけど、はい、エルプリメロ、はいですね、1969年にあの発表された、ムーブメントなんですけども、すごく小さいケースに収まってるって思いませんか、ね、はい、こちらわずか37ミリのケースの中にあの収められてるんですけども、これもだから、69年の最初の、3モデルのうちの一つですね。その通りです、うんうん、エルプリムロってムーブメント系が30ミリ で、うん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 、で30ミリのムーブメントが37ミリのケースに入っていると。ギシそう、はい、というところはあの、はい、時計オタクは燃 燃えギシ入ってるのがいいってみんなやっぱり言いますよ ね、そうですね、でもこれ384はいいですよね、かっこいいと思います。で、あのアニメでもルパン三世ってご存知ですか、はい、はい、アニメの第1話で、はい、あの次元がつけてた、次元がつけてる、そうですよね、モデルとしても有名ですね、はい、で当時を思わせるそのクッション型のケースっていうのもすごくレトロで、うん、1960年代の後半から70年代っていうのはいろんなブランドがそういったクッションのケースのモデルを発表されている中でもすごく目立った、うん、はい、素晴らしいモデルだと思います。これいいですよね、はい、で当時もっと言ってしまうと1960年代っていう時代はあの自動巻きのクロノグラフがすごくこう開発競争が激しい時代だったんですね、うん、はい、でその中でもエルプリメロっていうのは唯一ですね一体型のムーブメントを開発できたっていうところが、うん、50年経った今でもなお第一線で活躍できる素晴らしいムーブメントの証だと思います、はい、で実際女性の方も結構そちらはあの、はい、お求めいただいたりっていうのも、あ、そうですか、はい、でもつけてる女性いたらめちゃくちゃかっこいいですよね、すごく可愛いと思います。で次もこれ話題作ですよね、はい、あの昨年あのクロノマットがあのリニューアルされたのご存知だと思うんですが、はい、今年はそちらをさらにエクストリーム仕様の、スーパークロノマットといって、はい、42ミリから44ミリに2ミリサイズアップしております、うん、あとそちらのセラミックのベゼルも非常に綺麗だと思うんですが、うん、さらに福田さん、何と言っても、はい、UTC がついております。これね、UTC モジュールってだから、まあ、当時すごい憧れたんですけど、このルーローブレスレットでね、はい、あの UTC っていうのは、あの実際あったのはあの知ってますけど、はい、よく考えると、ね、実物をね、あんまり見た記憶がなくて、だから確かにそうです、ね、そうなんですか、あのだから、そうだからこの UTC モジュールって確か80年代ぐらいからね、はい、登場してるんで、うんうん、ルーローブレスレットの時代にもあるんだけれども、
モンパラボカミストなのね、はい、パイロットブレスの方ですね。 UTC も今回は 200m 防水になったんですよね。こちらもはい大丈夫です、うん、このままあの溝の中に入っていただいても。もう UTC モジュールはね 100m 防水。え、そうだったんですか、うん、じゃあ結構パワーアップしたんですね。そうだからいろんな意味でスーパーなのか、うん、本当にスーパーしばらく UTC がついてるモデルっていうのがなかったので、うんうんうん、その復活っていうのはやっぱり長年のブライトニングファンの方は待たれてたかと思います、うん、これでも男性がやっぱりつけてるとねすごい気になりますね。あの人のつけてる時計なんだろうみたいな、うん、はい。で次が次はちょっとIWC が、はい、複雑時計に行きたいと思います、はい、こちら IWC の、ポルトギーゼパーペチュアルカレンダーという、うん、複雑な永久カレンダーのモデルになります、はい、こちらに4桁の西暦表示が本当だ入っております、うん、結構ハイブランドって永久カレンダーのモデルたくさん作ってはいるんですけど、そうですね、4桁表示まで載せてる永久カレンダーっていうのは非常に少なくてですね、この4桁の表示の2099年のあと2100年になりますが、左の2桁の表示もしっかりと、はいはい、動きます。すごく機械式時計が好きな方としては英知をすごく感じられるモデルだと思います。でしかもこちらはあの先ほどブランパンで説明したようにプッシャーボタンがこちらもないんですが、はい、IWC の場合はリューズ一つで操作が可能になってます、うんうんうん、ムーンフェーズ の、はい、あの精度も非常に すごくてですね、うんうん、止めずに使っていただければ 577.5 年に1日の誤差になってますもうそれ生きてないし自分、はい、でパワーリザーブもそちらあの7日間なので1週間止まりませんので、はい、こういう複雑な機構だからこそ、うんうんやはりあ止めてしまったまた合わせなきゃっていうのっていうのはう、ね、逆に使い勝手が悪くなってしまいますので、そういった意味ではすごく安心して使っていただけるモデルだと思います。頼りになりますね、はい、すごくね。永久カレンダーはね止めちゃうともうめんどくさいんだよね、はい、大変でしょうね。うちのはずっと止まってるから。おっとで最後がそうなんです、ねジラルペルゴ、はい、最後は、はいはい、ジラールペルゴですね、はい、こちらもですねあの神奈川県では私たちあの唯一展開させていただいているブランドになります。で今回紹介させていただくのがヴィンテージの1945というコレクションの中からなんですが、はいはい、あのこちらもですねアニメであの課長島耕作ってご存知ですか。はいはい、はいまあ、結構有名な話ではあるんですけど、うん、あの島耕作さんが社長になられた時、はいはい、社長島耕作になった時ですか、はい、その時に実は着用されて、モデルとしても、はい、時計好きの方は結構知ってるんじゃないかなと思います。これでも大きいけどフィット感がいいんですよね、はい、ケースのねケースがやっぱりこの曲線が非常にフィットするので、うん、付け心地は非常にいいと思います。はい、私の腕でもあ全然何なくフィットしますね。ねでもこうやっぱり横浜にある時計屋さんとしてはね、はい、ジラルペルゴは外せないですよね。ありがとうございます。もう今まさに言おうと思ってたんですけども、あ言っちゃいました。ありがとうございます。私どもにとっては本当に切っても切れないのがやっぱりジラルペルゴでして、はいはい、あのジラルペルゴ の創業一族のフランソワ・ペルゴさんという方がいらっしゃるんですけど、はい、その方があの日本に初めてあの舶来時計として日本に入れた時にですね尽力していただいた方なんですが、うん、そのフランソワ・ペルゴさんのお墓がもう徒歩 2,3 分の外国人墓地の方に今もですね、はい、お墓がありまして、最後日本で、はい、終えられているという方でして、はいはい、で毎年私たちですねその12月の18日があの命日なんですけれども、ねはいはい、あの取り組みの一つとして、はいはい、あのお墓の清掃活動とか、あとは献花をさせていただいたり、横浜で時計好きな方は必ずジュラルペルゴは1本持っててほしい、そんなブランドです。なるほどね。いやでもこれは悩ましいぞ、うんはい、という7本で、はい、7本でございました、はい、というわけでね、もうこれ本当にいずれ劣らぬなんかすごい7本なんだけどもう分かってるよね、はい、いつものあれが来るんだなと、今日のまるちゃんの1本
はい、今日は大変だね。そうですね、しかもこう勢ぞろいですから ね各ブランドから、うん、いずれ劣らぬ勢が、はい、まあ、でもここはやっぱりその場所と、うん、そうですね、お店に敬意を表してジラルペルゴでいかがでしょうか、うん、おー、すごい美しくまとまっている。はい、はい、あとこのやっぱり私腕細いって言われるんですけど、うん、この私の腕でもフィットするこのケースね、すごいですね、うんうんうん、やっぱりいいですよね。でもなんか元町っぽくてね。そうです ね今日私も衣装を元町っぽい風味にしてきたので、うん、はい、ぜひこれを選ばせていただきたいと思います。本日の丸山の一本はジラールペルゴのヴィンテージ1945でした。素敵です。ということで今日は、はい、なんか素晴らしいモデルをたっぷりと見せていただいて堪能しました。本当にありがとうございます。あのぜひ、気軽に元町いらしたら遊びに来ていただきたいと思いますので、うん、またよろしくお願いします。僕はもちろんあのまた来させていただきます。というわけで、まあ、いつも同じ話をしてますけど、あのブランドが見たいとかあのお店に行ってほしいとかいうリクエストありましたら、どんどんお送りください。また次回も見てください。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあね。じゃあね。